と気象データ磁気電離層などいずれも大きな変化はありません。強いてあげれば初一緒に立ち読みと初一緒にお茶漬けサラサラがありましたが、大きな感情の変化をもたらすような事態ではありません。そう気になりますか。確証はないけれど、リテルの感情に振幅が乱れた時には必ず観測データに変動がある。科学者の勘としてそれが妙に気になるのよ。一緒にいられて幸せ、叱られちゃうのも好き好き、笑顔がないのも素敵よ、私の願いを叶えて。しましょ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 。初めてのあの日のことをいつまでも感じてたいの。どこまでもあなたと二人きりで何にでもときめきたいねえ。こうした人って誰でも魔法使いだよねえ。何気ないことにでも喜べるのよ。一緒にいられて幸せ、叱られちゃうのも好き好き、笑顔がないのも素敵よ、私の願いを叶えて。しましょ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 、はじめてしましょ。夏だ海だ、目指せ伝説のキス。旦那様、いや、ごめんなさい旦那様。なんなんだよいきなり。旅のパンフレット、夏休み旅行に行こう。なるんだよ。だって新婚旅行もまだだし。何が新婚旅行だ。それに中3の夏が最後のチャンスだよ。何がチャンスだ。初タバコ任され。で何相談って。あのね、私たち今年が最後の夏休みでしょ。だからね、なんていうか旦那様と盛り上がって。そっか、そうだよね。なんたって3年生だもんね。先生もそうだった。当たり前じゃない。先生たちはね、接吻岩の伝説で目いっぱい盛り上がったな。接吻岩？先生の実家近くに海があってね、そこに接吻岩っていう夫婦岩があったの。ひと夏に一度だけその接吻岩のちょうど真ん中に太陽が沈む日があってね、好きな子がいる子たちは接吻岩の正面の出花岩に立つんだ。男の子も女の子も？そうでね、その男岩と女岩の唇の間に夕日が差し掛かった時、みんな一斉にスタートして、水平線に太陽が沈む前に女岩のてっぺんに咲いている伝説の花を一番早く手にした人だけが好きな相手と結ばれるの。先生もやったの？ううん、先生はね、相手に選ばれた方だから。花を手に入れた男の子に、私も旦那様とこんな風にして、それからこうなって、最後にはもうね。先生、ん、初接吻の味はどうだった？そうね、レモン味かな。最後の思い出作りには最高だった。甘いのかな。でも本当にしたわけじゃないのよ。旦那様とのキスはどんな味かな。卒業制作でそういう映画を撮ったの。すごく楽しかった。リゼルちゃんもそういうのやってみなよ。うん、やりたい。接吻岩行きたい。先生夏休みに実家に帰るけど一緒に来る？うん。何それ。だろう。旦那様。お、なんだよ。いや、旦那様、うっせえ。じゃあな。何の用だよ。優勝したら好きな人から絶対キスしてもらえるレースがあるの。新婚旅行そこにしよう。何言ってんだよ。何それ、本当ならすごいじゃん。本当だよ。誰だよ、あんなことお前に吹き込んだやつは。夏美先生が教えてくれたの。うそ
そのレースよりも先生の実家の方だから連れてってくれるって。だってどうする？どうもこも関係ねえよ別に。旦那様行こうよ。リゼルちゃん、こんなやつほっといて私たちだけで行こう。ああ水着の先生がキスしてくれるかもしれないのに。見てくれないなら泣いちゃうよ。おわあ、こんなとこで泣くじゃねえよ。じゃあ一緒に行ってくれる？分かったよタグ。なんか最近甘やかしすぎかな。何？優勝すれば愛しの乙女といいことし放題？それは誠か？でかしたぞ。ねえねえ、昨日のアニコンナイト見た？見た見た。愛しの乙女よ、優勝は僕がいただきます。そしてそのつぼみのような唇に愛の口づけを。俺言って頼みとは何だい京子。私とっても迷ったけど、いつまでも子供じゃいけないと思って。なんだ。お父様、ワンピースの水着を買ってください。お前が水着を。水泳の授業でさえ恥ずかしがってずる休みし続けたお前が。やっぱりやめます。まあ、待ちなさい。なぜそんな気持ちになったんだい？リゼルちゃんたちが夏休み海へ行くんだけど、そこで行われるレースに勝てば岩城くんにキスとか、ちょっと口では言えないようなこととか。そうか。口では言えないことってとかとか。それより学校も違うお前がなぜそのことを。ごめんなさい、つい出来心で。これはお父さんのスパイ衛星用小型端末。ごめんなさい。もういい。それより水着なら買わなくても大丈夫だろう。え？メガネは外した時に自分で買ったじゃないか。大胆すぎます。いやー、これにしなさいや。でも行くなら思い切っていかなきゃダメなんだよ。やる気してどうする。子供の成長というのは早いもので。一人でしみじみするんじゃない。リゼル、どうしたんだい？待ってたの。言ったからってどうなるんだよ。もう婚約者がいるんだぞ。クソ。リゼル、今なんて。だからもしこの夏旦那様とキスできなかったら、私実家に帰るから。実家に帰るって？葵ちゃんや龍三郎くんのことがあって思ったの。恋は真剣にやんなくちゃいけないんだって。もう決めたから。おお。リゼルの実家というと研究所のことですよね。とりあえず上に報告だ。おはよう岩城くん。リゼルちゃんたちとの旅行一緒に行くんだよね。あれ、もしかして行かないつもりだったの？行ったってどうせ無駄に決まってるから。待って、なぜ決めちゃうの？めんどくさいから。本当にいいの？やってみなくちゃ分かんないじゃない。全力でやってみなよ。先生、先生待ってるから。分かったよ。旦那様、もうなんで一人で先行っちゃうの？旅行のこと相談したかったのに。おはようございます。おはよう。おはようございます。はい、おはよう。邪魔だった？うっせえ。旦那様待ってよ。旦那様ってば。いい映画にしなよ。みんなで。状況は通信で報告した通りですが、事態は深刻よ。オリジナルプロトマンカインドであるリゼル、実家に帰るという言葉をどう解釈する？それは自らの意思で生命活動を停止し休眠状態に戻るということよ。そうなればこのプロジェクトは崩壊してしまう。それほど深刻になることではたかがきす。認識不足も甚だしい。いきなり何です？一番重要な事実をあなたたちは忘れてるわ。女の子がキスを決意するということが人生の中でどんなに重要なことか、そしてそれができなかった時のショック。キスなんて欧米じゃ挨拶なわけで。大好きな人にキスしてもらえなかった女の子の辛さは男なんかにわかるもんですか。言うんじゃなかったわ。プロジェクト初期の苦労を忘れたの？あらゆる手段で目覚めさせてもすぐに休眠状態に戻ってしまったリゼルが、岩城とモノリとの接触により突然変異的に自発活動を持続するようになった。岩城とモノリとの関係はプロジェクトにとって必要不可欠なのよ。
リゼルと岩城智則を何としてもキスさせなさい。国家の介入を気づかれぬようにね。はい。とは言ったものの、これまでのプロトマンカインドのコピーが数多く生み出されたけれど、一度として異性とのキスを実現させてはいない。それだけに、リゼルが実現させた時、一体どんなことが起きるのか。これで全員集まったかな。はい。じゃあ番号1、2、3。なんだよそれ。4、5。もしかして卒業生の八千草さん。すいません、飛び入りで。なんなんだよ。おや、偶然だね。龍之介だよ、愛しの乙女。本当に偶然だね。どこが偶然だよ。分かった、僕もご一緒させてもらうよ。6。なんだよそれ。よろしくね、龍之介くん。ミゼルちゃんの応援のつもりだったけど、これってすごいチャンスかも。じゃあレッツゴー。あーはーい。ミゼルちゃん待って。愛しの乙女、走って危ないわよ。なんなんだよ。はい、これ待って。結構遠いじゃんか。いつ着くんだよ。もうじき、もうじき。でもだんだん山の方に向かってないか。大丈夫よ、トライアンさん。次バスに乗るぞ。先生、あとどれくらい。もうじきよ、トライだもん。先生、これは一体。飛行機に乗るだ。初めからそうしろよ。でも都内だし。どういう都内だ。